人質の交換交渉がほぼ最終段階で来ているそうですね、まあ、ただ、ネタニヤフ政権はこの一時的な停戦後も戦闘は続けると、レバノン国内で大規模なイスラエルへの避難の波を引き起こしていると、イスラエルへの武器輸出を停止するように世界に呼びかけていると、いずれ大きな戦争が起きるんではないかと。 こんにちは、カズです。越境3.0ということで今日も始まりました。越境3.0チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします、えー。まずはイベントのご案内からです。お近くの皆さんはぜひご参加ください。世界で起きているリアルを学べ、最新の中東情勢、12月の2日土曜日、茨城県の水戸で開催いたします。こちら私の本、日本人の知らないアゼルバイジャンの抽選で何名かの方にプレゼントします。茨城、水戸近辺の方、ぜひご参加ください。そしてドルと原油と世界経済、混迷の世界情勢を読み解く、2023年最新バージョン。 こちら栃木県の宇都宮で開催します。12月の9日土曜日、為替アナリストのちょいよる先生と私石田で宇都宮の方に伺います。宇都宮、栃木の皆さんぜひご参加ください。そしてウェブセミナー、米国は中東情勢はウクライナ情勢はどうなるかと。2024年、世界情勢はこう変わる。12月の6日の夜8時からスタートです。こちらオンラインですので、日本全国、世界各地からどこからでも参加できます。皆さんの参加をお待ちしております。そして私石田と軍事評論家マックス・フォンシュラーさんのコラボレーションセミナー、第3 世界大戦は始まっているということで、12月の19日の火曜日夜7時からオンラインで開催いたします。こちらマックスさんとの初めてのオンラインコラボセミナーということですので、えー、ぜひ皆さんお楽しみにご参加ください。そしてドルと原油と世界経済の新年一発目のセミナーが北海道の北見で開催されます。1月の13日土曜日、為替アナリストちょいやる先生と北海道北見の方に伺います。北見の皆さんぜひご参加ください。 ということで本日のテーマはガザ戦争停戦間近か,かということでお話をお届けしていきたいと思います、えー、人質の交換交渉がほぼ最終段階に来ているそうですねカタールがこれ仲介していますハマスはカタールから巨額の支援を受けていますしハマスの本部もドーハにありますでなので、まあ、カタールはハマスとの交渉力というのはどこよりも優れていると思うんですけれども、まあ、そういったことからおそらくカタールの言うことをハマスは聞くでしょうね カタールは独自外交を貫く国ですよね、この越境3.0チャンネルでも以前、そういったカタールの独自外交を解説したことがあるんですけれども、ハマスやその設立母体であるムスリム同胞団を資金していたために、カタールという国は一時期、エジプト、サウジアラビア、UAE、バーレーンと国交断絶をされていた時期もありました。 だいぶ、これはまあ現実味を帯びた人質交換と停戦交渉だとは思うんですけれども、えー、今日はまずはこちらのニュースです。レバノン国境が勃発し、イスラエルとハマツの人質取引が差し迫ると、11月21日、中東メディアアルモニターのニュース記事です。 こちら、ほぼ最終決定された協定で、イスラエルが拘束しているパレスチナ人女性と未成年者たち、で、そして一時停戦、で、そしてドローンによる監視の停止と引き換えに、ハマスが拘束している人質50人が解放されるであろうと伝えられていますね。で、これ、まあ、カタールによる仲介なんですけれども、この合意が現在最終段階にあって、かつてないほど近づいていると、まあ、関係者は述べている。 この合意にはイスラエル側が拘束しているそのパレスチナ人女性と未成年者の人質、えー、これが言われているんですけど、この人数がちょっと不明なんですが、まあ、それと引き換えにハマス側が拘束しているイスラエル人の人質、これが人数がまあ約50人と言われているんですけれども、まあ、それらの解放が一応盛り込まれる予定だということですね。でさらににこののの合意に含まれているものがが戦闘の一時停止とイスラエルがガザ上空で情報収集用ドローンを毎日6 6時間飛行をさせているんですけどそれの停止、えー、これらが含まれているという報道が出ていますで、このドローンの飛行停止というのはイスラエルがハマスの要求に同意したもので、でそしてこれらの内容に関してハマスの報道官は昨日火曜日 この合意はハマスの指導者らにとって受け入れられるものになるだろうと述べている。イスラエルの戦時内閣は、えー、現地時間の火曜日、昨日ですね、午後6時に会合を開いて、この協定の内容をイスラエル側も承認したということで、かなりこれ近づいている、現実味を帯びている、まあ停戦、そして人質交換なんじゃないかなと思います。でカタールの仲介当局者は火曜日、人質解放交渉は最も近づいた段階にあると。 これは最終段階に達していると述べている。で、ハマスの指導者、イスマエル・ハニア氏も、ハマスとイスラエルが休戦協点に近づいていることを、まあ、ハマス側も認めているんですね。まあ、ただ、ネタニヤフ政権は、この一時的な停戦後も戦闘は続けると発表しているんですよ。で、なので、これが、まあ、戦争が終わるわけではなくて、あくまでも捕虜交換のための一時的な停戦という考え方で、 まあ戦争が終わるわけではなさそうですね。まあ、今のネタニヤフ政権のスタンスが続く限り、まだ長く戦争は続きそうな、そんな予感もするんですけどね。で、その一方で、まあ今度火曜日には、イスラエルの北部戦線でレバノンとの戦闘が今激化していると。レバノン人ジャーナリスト2名がイスラエル軍の空爆で死亡したんですけれども、このイスラエルによるレバノン人の殺害というのが、レバノン国内で大規模なイスラエルへの避難の波を引き起こしていると。 レバノン側で非常にエスカレートしてきていると。イスラエル国防軍は火曜日、レバノン南部のヒズボラの拠点を空爆した映像を公開しています。そしてサウジアラビアも動いています。あの昨日一昨日の動画で流しましたけれども、イスラム協力機構による、えー、中国、ロシア、えー、イギリス、フランス、えー、この4カ国にイスラム協力機構とアラブ連盟の代表団が、まあ、訪問をして、停、ま、戦、あ、と、えー、そしてパレスチナへの人道支援、 まあ、そういったのをこの4カ国に今、まあ、呼びかける、そういったツアーを行っているんですけれども、まあ、それに加えて、まあ、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子は、イスラエルへの武器輸出を停止するように世界に呼びかけていると、でこれはあの昨日火曜日、ブリックスのオンラインサミットが開催されたんですけれども、 まあそこでの会議でこのコメントを述べているんですね。まあ、こういったことを発表したんだけれども、実質イスラエルが輸入している武器の79%はアメリカからなんですよね。で、残り20%がドイツから来ているので、アメリカ、ドイツ、どちらもイスラエルにとっての強固な同盟国でありますから、まあ、イスラエルへの武器禁輸というのは、まあ、現実問題、なかなかまあ無理なのではないかなと。 まあ、いずれにせよ、カタールの仲介によって、まあ、人質の交換で、そして一時的な停戦というのが実現しそうなんですけれども、まあ、その後のこの戦況、展開がどうなっていくのか、ちょっとまた新たな情報入りましたら、こちら、越境3.0チャンネルでも配信していきたいと思います。えこの戦争はですね、実は越境3.0チャンネルでも、まあ、この1年近く、継承を鳴らしてきました。 まあ、いずれ大きな戦争が起きるのではないかと、まあ、イスラエルのネタニヤフ政権、去年の12月に着いたんですけれども、まあ、そこから、まあ、イスラエル側が、まあ、パレスチナに対して、まあ、どのような強硬姿勢をとっているか、そしてイランに対してもどのような、えー、強硬姿勢をとっているのか。 そういったイスラエル側の発表というのが非常に過激でエスカレートしてきていたので、で、行動もエスカレートしてきていたので、まあ、これはいずれ大きな戦争起きるんではないかという、まあ、そういったお話をこの越境3.0チャンネルでもこれまでしてきました。えー、こちら過去の再生リスト、イランとイスラエルの方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境3.0チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。